日本東京都中野区江原町江原町は東京都中野区の町名。現行行政地名は江原町1丁目から江原町3丁目。郵便番号は165-0023。中野区の北東端部に位置する。東部は新宿区西落合、豊島区南長崎に接している。北部は練馬区、朝日川岡及び豊玉北に接している。西部は江古田川を境に、 中野区江戸たに接している。南部も中野区江戸たに接する。江原町一丁目、二丁目と三丁目の間を、目白通りが通っている。町域内は主に住宅地として利用される。町域内には、目白通り沿いの練馬区との境界付近に、都営地下鉄大江戸線、新江戸田駅が置かれている。また道路沿いには、バスの便も多く、これを利用するものも多い。町名を冠した。 停留所として、都営バス及び関東バスが、江原町中野通り、江原町一丁目の2停留所を町内に設置している。住宅地の地価は、2017年の工事地価によれば、江原町1の33の2の地点で47万5千円、平方メートルとなっている。江原町は、1963年10月1日の住居表示施行により成立したもので、それ以前は、 町域の大半が、旧、エゴタに丁目に属していた。高原の名は、エゴタ村の正治名としてこの地区に、腹のつく地名が多かったことに由来する。2017年12月1日現在の世帯数と、人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。中野駅から徒歩で約30分。町内に中野駅業のバスが通っている。 そのバスで行くと、約13分位で着く。西部池袋線へご待駅、または、東長崎駅も徒歩圏内である。ありがとうございます。